おはようございます。さあ始まりました、釣り奇妙の世界。私漢字三文字で釣り奇妙と申します。申しました。本日はですね、最近ずっと試している、蒔絵の作り方ですね、それをご紹介したいと思います。最近の釣りでは、蒔絵研究ナンバーナインという形で、ずっと釣りでこう試してやってる配合なんで、ご参考になれば幸いだと思ってます。よろしくお願いします。で材料のご紹介ですけど、まず、ここですね、オキアミ一角を、半解凍ですね、半解凍してる。でチヌパワー麦スペシャルが一袋で、ここコーンですね、コーンが一缶で、パン粉がね2袋。このパン粉はトライアルスっていうスーパーで買った10キロのドバ袋の2つなんで、すごい激安のパン粉になります。あんま高いパン粉は必要ないんで、それを使ったらいいかなと思ってます。それとこれ砂が入ってます。これホームセンターで20キロぐらいで売ってる砂ですね、これが、砂のバケツで、ここにぬか、ぬかはだいたいちょっと今バッカンの8、9割ぐらいしか入ってないんですけど、満タンにして半分ずつ使ってますね。そんな形です。まあこれ見ていただいても分かるんですけど、かなりの激安になります。材料はこんな感じです。じゃあ早速作っていきます。まずね、オキアミ生の半解凍の袋を開けていきますね。でこれをバスンと入れてもらって、刺し枝用にね、この半解凍のやつからオキアミを取ります。まあ、なんでこうオキアミ生をこうやって取るかっていうと、まあ完全なる同調で、まあ餌蒔絵と刺し枝のオキアミが一緒っていうのが、まあ僕の中でいいかなと思ってるので、こうやって取ります。で今半解凍の状態で凍ってるんで、この状態で水をね入れていきます。お水を入れて、この周りのジュブジュブがあると黒く変色しやすいんで、真水でつけますね。こんな感じ。パン粉をですね2袋入れていきます。次に砂の計量なんですけど、こういうね100均のボールを使って、これに1杯入れていく形にしてます。まあ、重さでいうとだいたい 1.5 キロくらいだったと思いますけど、こんな感じで砂を入れていきます。続いてマルキューさんのチヌパワー麦スペシャル1袋ですね。でこれ後で使うんで、袋のね、ここをきれいに破らないといけないんで、で、これを一袋。で、続いてコーンですね。コーン。これはもうそのまま入れてもいいんですけど、これもね挿絵に使えるんで、まずコーンを開けて、こういう100均のタッパーとね100均のレンゲで
コーンを取っていきます。まあ3分の1ぐらいサシに残す感じにしてますね。どれぐらいかな。はい、こんな感じで、あと残りはズボボボボと入れますと。で、ここにあるコーンの汁もこうやって入れていきますね。さっきの缶ですね、缶もきれいに水でこの上で洗います。はい、中にコーンの汁と粉が入ってるんで、これもきれいに洗って中に入れていきます。さっきのオキアミの溶かしてた袋、これもね、このまま捨てると臭いんで、しっかり水洗い。さっきオキアミね、水につけてオキアミの残りの汁を切ります。で、まあこれで、まあ、少し変色がね抑えられる感じになりますんで、あのみりん漬けとか大変なんでね、一日使い切りの刺しが取れるという感じですね。混ぜていきますと。もう混ぜ方は正直どうでもいいかな、きれいに混ざるように混ぜていきます。これしっかりね、パン粉とあの中魚剤を混ぜていきますね、オキアミと。で、こうなんでパン粉を入れるようになったかっていうと、まあ、安いパン粉を入れていただくことでかさが増すことが一つと、今までぬかを代用してこれに、パン粉も入れてたんですけど、ぬかはね正直塩糖性とかはいいんですけど、水の中で弾け飛んじゃって水面にしかあんまりこう巻きが効かないんで、このパン粉を入れてあげることによってまとまりがねアップします。はい、なのでしっかりと混ぜて粘り気が出るようにしてあげたらいいかなと思います。で、今大体全体に行き渡ったんで、ここにしっかり湿り気をつけて、ここでまとまりが出るようにパン粉にも十分水を吸わせます。まあ、コツは最初こうサラサラの粉のような感じの混ざり方だったや、中魚剤とパン粉がちょっと粘りがついてきて、ポップで混ぜるときに重たくなるんですね。それがコツになります。まあ、これがまあ本当に僕の考えている中魚剤に、あとでこうぬかでかさを増すっていう形ですね。はい、しっかりと混ざりましたと。まあ、これはこのまま使ってもいいんですけど、ちょっとこれじゃちょっとお得じゃないんで、ぬかを足していきます。もう本当はこれは満タンが理想なんですけど、満タンないんで、もうこれの半分使っていきますね。これ半分ぐらいかな。で、さっきの適度に混ざった汁剤にまぶしていきますね。これでだいたい爆缶9割ぐらいの量になって、6時間か7時間分ぐらいの巻きになるので、これで感じにまで混ぜ続けます。ちょっと水分が足りないかなと思ったら、上からこう水を足してください。よいしょ。はい、大体混ざったかな。さっき使った中魚剤の袋を裏返して、すべてね、踏みつけていきます。
これでね、あの下の方の混ざらなかったぬかもしっかり混ざるので、で円筒性もアップするし、深いポイントでもパン粉のおかげでね、まとまりがあって塊がそこに届きやすくなります。砂も入れてるからね、比重もアップしますし、まあ万能に浅いところはぬかの拡散力で釣れるし、深いところはまとまりのある巻き餌になっているので、まあ、万能な稚魚剤。ちょっと以前までの巻き餌金魚は万能じゃなかったんですよね。深いところで使いにくかったんですけど、これですごい万能な巻き餌になります。だいたい全面潰すことができたなら、今度はそれを一回起こします。で最後の仕上げもう一回踏みますという感じですね。でこれで OK ですね。できた巻き餌をバッカの中に入れていくと。仕上げにできた巻き餌を、まあ、後で強く潰さなくていいんですけど、表面を整地したら巻き餌研究ナンバーナインの完成です。ご視聴ありがとうございました。また会うその日までバイ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 シュッ。はい、動画のご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらこちらこちら。チャンネル登録コメントもお願いします。バイバーイ。